ヘランパクチャンネルへようこそ。ロンちゃん事件でしたね。もうね、おばさんの怠慢でだいぶ昔に撮ったやつで、季節的にもロンちゃんジャンパー着てるもんね。去年の冬の始まりだね。ずっと温めておいて、満を持してだから便利な言葉ですね。今回八王子のワンちゃんと行けるお店でございます。赤ネギ料理専門店の赤月さん、ちょっと駅からね歩きますけど、散歩も含めてご覧ください。どうぞ。こっから入ってもいいよ。地味な入り口かな。今から京王線に乗るざんすよ。そうでやんす。いいよ。あ、自ら。好きなんだね、ハクちゃん。自ら入ってきた、今。そう、それ結構好きなんだよね。よいしょ。よーい。お顔しまってちょうだい、ロンちゃん。ロンちゃん。うん。鼻ピンってなった。二人ともいいんすよ。完了。あれ、なんか運転を見合わせてるとか。え、そうあれ、えなんか人が集まってる。やばい。あ、めっちゃ止まってんじゃん。ダメじゃん。高畑まで。じゃあダメだ。この衝撃を取りなさい。おめずじゃん、おめず。初めて見た、これ。いつ？先ほどって言ってたよ。電力設備点検。15分前。持ってるね。持ってる、逆に。せっかくロンタ。ロンタこれに入ったのにね。成績桜ヶ丘に行こうと思ったのに、これ時間かかるな。ガビーン。こんなことある？設備故障だった。マジかいな。あれ、早い。あら、あっという間でしたね。ハクちゃん着いたよ。ここが京王八王子だよ。地味な入り口から派手なところに出てきた。はい、ロンちゃんもね。急遽別のお店。ちょっと待ってね。別のお店行きますね。じゃん。入ったね、ロンちゃん。あ、なんかやってる。セール。3日間限定。5、6、7だって。まだ先だ。まだだ。今日は1日だ。映画でも見に行くか。映画安いんだっけ、1日って。違う。今あんのかな、それ。ここも確かいいんだよ。ジンホア。行きたい、中華。テラス。わ、めっちゃいいじゃん。テラス行きたいね。今日はここじゃない。あれ、こんなとこに強化できてる。え、強化なんかあったっけ？立川じゃなかった？すごい変わっちゃうんだよね。八王子のおじさんぽです。自分が主役と言わんばかりじゃん。パク散歩歩いてないじゃん。本パク散歩じゃない。俺じゃん歩いてる。マジでお腹減った。帰れなかったら悲惨だったよね。もうちょっと早く行っててさ。北野で泊まったら最悪だ。北野で泊まったら帰ってこれるじゃん。成績まで行っちゃってて帰りの電車がなくなっちゃったら。いや、飯行って帰るぐらいだよ。だって電気系だよ、怖くない？こんなおしゃれなコインランドリーある。この時間から居酒屋やってんの。あ、いいね、赤ちょうちん。この辺全然来ないもんね。あ、ここじゃん。ほら、電報寺。あ、来たね、電報寺。ほら、八王子七福神で来たとこ。あそこだ。初期も初期だ。テラスはあるけど、席がない。ここどこだって感じだね。そこの通りがエルシー？住宅情報館かな。そこエコスタイルだから。あ、エルシーだ、エルシー。エルシーっていうことは、いや、ロッソカルまでも歩いてこれんの、ね、車から見たことあるけど。ガプラ屋だ、系屋さん。え、すごいね。カレーパン来るのかね。ちょっと見てきて。何も書いてないな。あった？あるよ。あったって、ハクちゃん。八丸カレーパングランプ。八王子だけだ。これチーズ入ってる。チーズカレーパン。早速いただきましょう、街中で。今食うの、うん、大きさはね、ちょっとちっちゃいかな。こんなもん。焼きカレーパンだから周りを触ってもね、手が汚れません。でも触んないでちょうだいよ。もう触っちゃったよ。汚い。ご主人のことを汚い。卵とチーズか。うん。あー、美味しそう。いい匂い。でも辛くないな。すごいマイルド。もっとなんかパンチがあっても俺はいい。あー、美味しい。カレーの感じしなくない？いや、カレーな感じはするな。スパイシーはスパイシーだけど、うん、辛みはあんまない。そうね。うん。
350円。焼いてるから違うね。パンが結構甘くない？それもあるんだろうね。あ、でも後からちょっと来るな。スパイシーはスパイシーね。後からスパイスがすごい来る。うん、後馬みたいな感じ。コロッケとかも売ってたよ。コロッケとか春巻きとさつまいもガラスケースに入ってて。買ってくればよかったです。こんな食えない。これから食う。うん、というわけで、ルシーさんでございました。アキちゃんたちもご飯食べちゃう？杉薬局の前でご飯にしようか。はい、お手。おい。はい、ロンちゃんお手。ロンちゃんはね、届かないの。はい、どうぞ。ロンちゃん全然映ってない。ロンちゃんも最後の1個。はい、終わり。うん、美味しかった。何のお店だろう。おしゃれ系なランチ。お惣菜お持ち帰りできます。うまそう。薬膳がゆ。いいな。テラス席がないからな。もうそろそろ1時かな。うん、しゃぶしゃぶも美味しそうだな。長ネギ料理専門店。お酒飲む気だ。長ネギ専門店だよ。うわ、うまそう。うどん、お酒飲んじゃうぞーって。すごいね、大盛り無料なんだ。ここが駐車場なんだ。1台。スロープだからバギーで入ってこれちゃう。あったかいね。ポカ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 ね。あったかい場所だね。今日は徒歩ですから、徒歩イコールのウォーキングドリンク。乾杯。一席限定ですね。そうかもね。多分ね、室内用のテーブルと椅子だから普段出してないんだ。そうそうそう、事前連絡で出してくれるんだけど、今日はね、急遽来ちゃったから30分ぐらいね、カレーパンで、うん、やってきました。もうなくなっちゃうんじゃない？そうなんだよね。もう一杯飲む。もうないじゃん。ある、まだ半分ある。氷でしょ、だってもう。あー、いい匂いしてきた。ロンちゃん、そんなに見張んなくていいよ。ロンタ、ロンちゃん警察。ランチも1000円って安いよね。今はもう税込み1000円で食べられないもんな。うん、超いい匂い。超いい匂い。めっちゃ美味しそう。このネギがいいよね。めっちゃネギじゃん。お口くっさだけどめっちゃ美味しいよね。タレが何と思うんじゃん。担々と黒醤油と魚介。これは担々。これなら黒醤油だな。え、美味しそう。じゃあちょっと先にいただきます。美味しい。これは蕎麦屋に若干近い、うん、お出汁って書いてあったもんね。うん、焼けてんだから。焼きネギって美味しいもんね。あー、ネギうまい。うん、飛ぶな、これ。あー、もう飛んだ。熱いし、飛んだ。うまい。ネギがさ、カレーの味に負けないんだね。こだわりのネギだよね。ミニチャーシュー。ミニチャーシュー。ネギいっぱいだ。美味しそう。チャーシューたっぷりだね。いただきます。うまい。うん。うん。どうやって作るんだろう。長い白髪ネギ。ネギが美味しいわ。お肉なくてもいいね。まさかの。うん。ネギ丼でいいってこと。ネギの味でもご飯食べられる。ネギがうまいから何でもうまいね。ネギの勝ちなんだ。うん、うん、先にあれ脇役のイメージだけど全然あれだな。あれも美味しい。入ってるお肉も美味しいよ。ネギうま。ネギやば。うま。なんか他のネギ美味しいなと。天ぷらとかさ、うん、それ以上頼むと置けない。室内はね、テーブル広いから。うますぎる。この肉。まずは麺からでしょ。うまっ。確かにネギだね、うん。結構麺あるな。あえてマイナスポイントを申し上げると、テーブルに置ききれなくなる。このテーブル乗り切れないぐらい頼みたいって。そうだね。ハンドメイドカフェ作者のこと同じ症状が。これ牛すじなんだよ。それが美味しかった。肉いらないんだよな、これも。肉に失礼だろ。肉よりもネギの方が勝つっていうか、チャーシューのお肉もいいやつだとは思うんだけど、ネギのパワーが強すぎて。ね、これこれ、これかじってみていい？すごないこれ。うまい。やば。
こんなところにたくあんが。このたくあん美味しそうだね。子供の頃ロバタ漬けの CM があった。ロバタ漬けって何？たくあんと違います、なんとかのロバタ漬けですっていう CM。 何それ、すごい印象に残って、知ってる人コメントください。これこれこれや、たくあん食べてるのジョリーちゃん。浜食のロバタ漬け、ちっちゃい頃流れてた。なんでこの CM 見たことある人はグッドボタンを。これは麺大盛りにしといた方がいいね。だから言ったじゃん。ここまで美味しいと思う。え、おネギはね、あんたたちがね、かわいそうにこんな美味しいのが食べられないなんて。どれもさ、なくなっちゃったから水を足して、その気持ちをちょっとでも。気持ちいい。もういっぱい飲んでいいよ。もう当てがない。一品料理もいろいろ頼みたいね。美味しそうだったね。うん、じゃあ、ハクちゃん、ごちそうさまでいいですか。ごちそうさまでした。お前、残ってんじゃん、なんか、これ、ネギとかさ。え？じゃないでしょ。何がごちそうさまだよ。すいません。めっちゃ美味しそうじゃない。レモンも気になるね。チョコも気になる。こっちです。なんて読むのかな。小物屋さん。曜日で違うんだよね。すいまくきんだ。ロンちゃんがすごいんですけど、ロンちゃんが手ぐらい治っちゃう。なんない。ほうじ茶と人参。匂いがすごい。最初カラメルがガツンと。でもこれほうじ茶だ。うまいよ。うん、うまい。香ばしい。ちゃんと甘い。人参好きじゃん、普段。デザートの人参甘すぎない。人参のケーキとか美味しいんだよ。プリやってるつもり？それ。あんま甘くない。すっごい可愛いオレンジで。うんうんうん、美味しい美味しい。かぼちゃのプリンのザラッとした果肉感があって、おろした人参みたいな、うん、ポテッとした食感のプリン。というわけでごちそうさまでした。チューしてないでさ。動画の間ずっとチューしてました。京王線に乗って成績桜ヶ丘に行こうと思ったんですが、うん、運転ストップとバッグに入れられ、5分後出され、長ネギ料理の赤月さんでございます。テラス席のみではございますが、料理がね、美味しかったね、ロンちゃんね。事前連絡でテラス席用意してもらえて、天気がいい日だろうね。最高にうまかったね、ネギが。美味しかったね。お酒も飲めて、ネギ料理も食べられて、他にもね、目にあったので、またリピしたいですな。夏は冷やし中華とかもある。夏涼しい時があれば、ね、徒歩13分ってなってるよ。自由八王子13分だって。うちら K8 から行ったから結構離れてるよ ね。ワンちゃんとだとお散歩しながらちょうどいいんじゃないかな。編集してたらまた食べたくなっちゃった。ね、じゃあまたバイバイ。